張ります。まだ朝の8時だよ。今までいくつか PV を撮ってきたけど、一番って初めてだったから、他の人のを見る余裕がなくて、見てなくて、可愛くないかも。心配。ザードの時も私ここは編み込みで三つ編みなんですけど、今回はそこにこのお花のアクセサリーをつけて、なんかエミューに宇宙人みたいって番なんですけど、ドキドキだ。もう何回撮ってもドキドキします。やっぱりリップシーンは緊張しますね。どうでした、スタッフさん。 OK、 レイジさん、バトンタッチ。イエーイ。嘘、嘘でしょ。なんで。バラード調で、そうそう、それはいいですか。はい、それも入れて、はい、ちょっと入れて。わかります。今のそういう気持ちは多分可愛いから、はい、ちょっとリラックスしていきましょう。すごくリップシーンいつも苦手なんですけど、今回使われるように頑張ります。頑張れる、頑張れる、まだ頑張れる、まだ頑張れる。よしよし、自分に聞かせて。ありがとうございます。緊張する。
箱なしで立ってカメラ普通にちょうどよく映るんですけど、お姫は身長が足りないのでカメラの高さに合わせてお姫の身長をかさ増しします。気持ち多めですね。進撃のお姫、私下入ってたら
やっぱり汗かく。暑い。ちょっとしか動かないのに。なんとダンスシーンも撮り始めて3時間。3時間も撮ってんだよ。なんかそろそろみんなちょっと暑い感じな、ちょっと疲れじゃないけど見えてきましたが、まだまだ撮りますよ。さっきまでカエルだったエミちゃんじゃないですか。カエルじゃないもん。営業モード入ってます。猫だもん、猫だもん。さっきの自撮りしてみて、聞いて聞いて。さっきわかんなくなってきちゃった。難しい、難しいね。着替えてきます。マイペース。